長野県道51号沿いの池田町市街。池田町は長野県北安住郡にある町。本校では調整前の名称である池田町村についても述べる。安住野の北部に位置し、高瀬川がある。かつては戦国街道の宿場として栄えていた。長野県北西部の北アルプス地域に位置する。西に飛田山脈を冒険することから北アルプス広域連合で、 近隣市町村と協力し、調律美術館は愛称を北アルプス展望美術館としている。高瀬川が隣接する松川村との境界を成している。年間降水量が800から1200ミ、mm、リメートル程度と、少なく気温の格差が大きいという内陸性気候が特徴である。冬の寒さは厳しく、最低気温が低く、摂氏10度以下の場合もあるが、降雪量は多くない。 年間平均気温は約摂氏12度である。気象区分では池田町は長野県北部のうち大北地域に入る。町内を走る鉄道路線はない。鉄道を利用する場合、JR 東日本大糸線の保高駅や篠ノ井線、赤品駅などが利用しやすいが、大糸線の安住尾岩分駅や品の松川駅も近い。廃止路線1938年6月6日まで。 池田鉄道が走っており、以下の駅が町内にあったが1938年6月6日に廃止された、町営バス町内に国道は通過していない、七色替えで、ありがとうございます。